皆さんこんにちは。今日はこの新作のリリエストバッグを愛用してくださっているサックスバーのスタッフさんがどんな感じで使っていただいているのか、バッグの中身を見せてもらいながら聞いてみたいと思います。私のビビエスト 2way ハンドバッグの中身を紹介します。今こんな感じで中身が入っています。こんな感じです。何かこう使ってて使いやすかった点とかありますか？はい、まずペットボトルが横に倒れないホルダーがついているので、すごくありがたいです。結構大きめのポーチが入ってますね。そうなんですよ。中ってどんなものが入ってるんですか？中は結構ハンドクリームだったりとか、ポーチ、そうですそうです、小物系を入れてますね。ポーチの中でポーチのどんなものが入ってる？あのポーチの中身は、こういったものが、結構、はい、大きい。あ、そうですそうです。そういうカバンの時って、はい、本でもなんかちょっとちっちゃいの選んだりとか、そうです、選抜して入れないとみたいな。そうなんですよね。でもオール全部入れてます。結構小物が多い印象なんですけども、はい、どの辺に入れてるとかありますか？もう全部のポケットを使って分けて入れてます。あと携帯をさっき裏のポケットから。そうですそうです。携帯がこうスッと入るので、電話したい時とかもすぐ取り出せるのがすごく便利ですね。これはこうやって使ってるみたいな。このポーチなんですけど、中にアクセを入れてて、ちょうどサイズ感も良くて可愛いです。カバン屋さんとして、はい、このカバンを見た時に、はい、いいなと思う点とか。置いた時に自立するのがすごくいいなって思いました。あとはショルダーベルトがついてるので、 2way で使えるのがすごくコーディネートの幅も広がるなって思いました。私のビビエスト 2way ハンドバッグの中身を紹介します。こんな感じです。中身はこういう感じです。こういったパスケース入れてます。結構今拝見した感じ、ポーチが多いなって思ったんですけども、はい、中は何が入ってるか見せていただいてもいいですか？はい、大丈夫です。はい、大きなポーチはあの化粧品を入れてます。こっちのちっちゃいポーチは、車のスマートキーと家の鍵が入ってます。でこちらのちっちゃな窓口はあの名刺とか入ってます。そこのポーチも使っていただいてるみたいなんですけども、はい、そちらは何が入ってますか？はい、こちらの方はあの普段よく使うリップとパウダーが入ってます。商品のポーチが2つあるんですね。そうですね。なんか使い分けとかはされてるんですか？はい、もうほぼほぼあの普段の仕事の休憩の時とかに使うのはもうこっちのポーチなので、すぐ使いやすいものを入れてます。あとなんか裏に、はい、あの入館証ですかね、はい、そうですね、はい、入館証などこう伸びるリールをつけてまして、こうピッとやってます。すごい使いやすいです。カバン屋さんとしてここがいいなみたいなポイントがあれば、はい、ぜひ。はい、の使わせていただいてすごく思ったのが、持ち手がすごく柔らかいので、こうある程度荷物を入れて持っていても本当に持ち手が痛くならないというか、柔らかくて持ちやすかったっていうところがすごく良かったです。 ありがとうございます。一応肉盛りを入れてデザインを損なわない程度に太くしたので、はい、気に入っていただけて嬉しいです。私のビビエスト 2way ハンドバッグの中身を紹介させていただきます。中身はこんな感じになってます。こちらで全部です。チェーンは何か使用されてますか？はい、チェーンは家の鍵をつけてます。チェーンにそのまま直接鍵をつけて、はい、持ち歩いています。今パッと見た感じ、大きなポーチが2つありますが、はい、この2つはもう結構もうどこにでも持ち歩いて、はい、必ずバッグに入れているアイテムになります。
結構小さめかなと思うんですけど、そうですね、はい、このポーチも大丈夫でしたか？大丈夫でした。最初ちょっと見た時にちょっとこのポーチ2つは入るの厳しいかなと思ったんですけど、入れてみたら全然やっぱこのマチがかなりあったので、もうすっぽり入るプラスこの小物も全部入ったので、もうすごく小ぶりながらも大容量で、すごい使いやすかったです。これくらい入れるとカバン重たくなかったですか？結構やっぱこう手で持つと、あ、結構やっぱこのポーチが重いのであれだったんですけど、こう肩書きにした時にこのベルトのここですね、幅が太いのでもう全然痛くならずに長時間、はい、乗っても全然大丈夫でした。付属のポーチも使用していただいてるみたいなんですが、はいはい、中は何が入ってますか？これは一応 Bluetooth のイヤホンを入れさせていただいてて、このサイズ感がすごいちょうどよくて、もうこれ専用で使わせていただいてます。あとその奥にはい、ずっと気になってたんですけれども、はい、御朱印帳ですね。はい、御朱印帳って結構厚みもあるし大きさもあるかなと思うんですけど、はい、しっかり入ってますか？大丈夫ですか？はい、このポーチの入ったちょうどこの裏側にすっぽり、はい、入る形に。気に入りの御朱印はありますか？すごい、1ページかと思ってました。私、そうそうなんですよ、2枚綴りのもあったりして、こういった感じで。そうなんですね、はい、初めてこの、あ、本当ですか？なんか結構そうそうなんですよ。あ、そうなんですね。大きいのもあって、大体1枚、こういった1枚ずつのが多いんですけど、結構こう、2枚、あ、いいですね、はい、なってるのも、はい、あったりして。そうですね、ちょうど子供の日があったので、はい、こういった鯉のぼり、はい、これで、はい、中の絵は描いてくれて、これは多分スタンプだと思います。スタンプして、はい、この文字は描いていただいてるんですけど、すごい、はい、ちょっとラメ感もあったりして、可愛いですね、はい、ラメ感すごいですね今のご主人ラメ感あるんですね、はい、すごい凝った感じのご主人が、はい、あ、すごいです、はい、この辺がお気に入りです。ありがとうございます。スタッフさんたちがそれぞれ皆さんらしい使い方をしてくださっていて、すごく興味深かったです。私も新作カバンを使ったカバンの中身紹介動画を後々アップしますので、よろしければご覧ください。